ガサガサをやるぞ。キャキャ。これはもしかして石台の用具じゃないですか。熱帯魚みたいだな。取れました。これプリティサイズの石台。幼魚期は結構黄色がかってるのかな。で結構ねあれなんですよね、好奇心旺盛で頭いいんですよねこの魚。これ銀ユゴイですね。なんか尾びれがどことなくラミノズテトラに似てますよね。風来蝶々を捕まえました。かなり小さいですねこの時期でも。うん、締め使い遊魚です。なんでしょうこの魚、形的にはハゼっぽいんですけど、あと銀ポとか、あれ顔のあたり青くて綺麗ですね。なんて魚だろう。これアケボノチョウチョウオだそうです。いや実物初めて見ました。すごく綺麗です。あとあれですね、シマハギ、ニザダイの仲間です。両方締め使い遊魚です。
これまた店員さんが捕まえてきました。これ三つ星なんだっけ、スズメダイの仲間、三つ星黒スズメダイ、熱帯魚さんで安く売ってるの見たことあります。で、これあれか、アケボノか。で、この巻き機能はヒレナガハギ、ハギの仲間だそうです。あ、よく見たらそんな感じの顔つきしてますね。シメツカイ遊魚で、これ波長かなりでかくなってるね。これ大物ゲットしましたよ。何フグだっけ？ハコフグ。キャキャ！店員さんがヤバいの取ってきたらしいです。ヤバいってどんな？ファインディングにも見た人ならファインディングにもでかい。これあれでしょ、チョウチョウウオの種類でしょ。いや、これはイサダイとか地形に近いなと思う。あ、あれか、ハタタテと間違えたわ。あ、そうです、ハタタテはチョウチョウウオ。すごい。え、これ3匹だけいたんですよ、ファイティングにもで。すげえ、でかいね。でかい。まだちっちゃい方ですね。いや、店員さんすごいですよね。さっきまでね、浜辺で寝てたんですよ。で、ちょっと前にむっくり起き出して、で、今夢中になって採集してます。いや、綺麗ですよね。今回、アケボノチョウチョウを初めて見ましたけど、いずれ飼育してみたいですね。今ね、僕ん家に飼育設備がないんで飼育することはできないですけど、この魚たちさ、いずれは死んでしまうんですよね。あともう何ヶ月かで、あの石台混じってますけど、このね、ヒレナガハギとかも相当綺麗ですよね。飼ってみたいですね。今回の採取はこれで終わりです。今回はさ、初めて素潜りをして、で、魚を採取してみたんですけど、ちょっとね、難しかったですね。慣れが必要だと、そう感じました。でもね、海の中が直に見れてめちゃくちゃ面白かったです。で、これさ、店員さんがまた捕まえてきたんですけど、シマウミスズメっていうコンゴフグの仲間だそうです。僕の方がね、大きなハコフグを捕まえたから、今回は僕の勝ちですね。ちょっとね、店員さんみたく上手に捕まえられるように訓練しておきます。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。さようなら。